近鉄ライナーズが、6月22日に、岡山県岡山市にあるキリンジェラ公園陸上競技場で、神戸製鋼というチームと、戦います。それにあたり、応援バスツアーというものがあります。定員の上限とかは ございませんので、ぜひ興味がありましたら、岡山県のちょっと遠い、位置なんですけれども、熱いご声援よろしくお願いいたします。初戦の相手の、神戸製鋼は、去年のトップリーグの、チャンピオンチームであります。僕たち、近鉄ライナーズの2019年の、1戦目として、勝つ試合をしたいと思います。